おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もシェアハウス、今日も僕は監視する、実況プレイ始めていきたいと思います。前回は急にねお話が進んで、あかねちゃんの部屋に監視カメラがね仕掛けられてることバレちゃってさ、なんかあかねちゃんはストーカーに襲われると思ってたみたいで、で私はというか白田くんはその監視カメラが取り外されたから、やべバレたってなって押しかけに行ったらお互い誤解するみたいな、で結局なんかその脅迫状を今朝もらったって言ってたんだけど、あかねちゃんが今朝もらった相手を聞いたところで終わったんですよね。だから今回この続き、おー明日の予定、はいだから今回続きからを押したらもう急に犯人分かっちゃうんじゃないかなと思って、まあちょっとドキドキしてるんですけど、早速やっていきましょう。続きから、バタン、ん？ここゆずちゃんの部屋じゃね？ちょっと白田くん、こんな夜中にどうしたの？ゆず、これを見てくれ。あ、その脅迫状、あかねから相談されたんだね。ああ、ストーカーがいるんだってな。あかね、ストーカーに会ってるから、私ちょっと神経質になってたんだ。だから今朝は怒っちゃってごめんね。その表情は、あかねを思いやる心優しい親友の顔だ。この脅迫状、お前があかねに渡したんだってな。いつどこで見つけたんだ？今朝ポストに入ってたから、すぐあかねに知らせたよ。今朝ポストで脅迫状を見つけていた。え？特に変じゃない。それはおかしい。どう？それはおかしいのかな？今朝ポストで見つけた。それはおかしいんだ。ん？どこがおかしいのかな？脅迫状の見た目が綺麗なところ。ああ、ダイレクトメールぐしゃぐしゃだったんだっけ？あれどうだったっけ？綺麗なところ。この脅迫状、綺麗すぎるんだよ。ん？だから何なの？なあ、ゆず。今朝方すげえ雨降ってたの知ってる？時刻は午前3時。あ、窓を打つ雨音で目を覚ますと、俺は監視室にいた。そうだね。そういえばそうだったね。昨日の夜中、激しい雨が降っていた。そのせいで、ポストの中には雨が浸水していたんだ。一瞬ゆずの眉間にシワが刻まれたのを俺は見逃さなかった。ええ。シワが刻まれたの俺については何も見つかりませんでした。なんでや。別に調べようなんてしてないだろ。これで一気に畳みかける。ダイレクトメールね。これは今朝ポストで見つけたダイレクトメール。水をすすって乾いた今でもよれている。つまりこの脅迫状を今朝ポストで見つけたって言うなら、こんなに綺麗なはずがないんだよ。突き詰めるたびにだんだんと背景が浮かび上がっていくのを感じた。つまりこの脅迫状、書いたのはゆずだ。この脅迫状、これを書いたのはゆず、お前だ。え、これもダメか。あ、こいつ笑ったのか。悔しいけどその通りだよ。どういうことだ。脅迫状を書いて茜に監視カメラを見つけさせたら、遅かれ早かれ見つかったと思うの。
白田くんの監視室が。な、お前何を。もう、ダメでしょ？監視なんてしちゃ。ゆずは、俺の監視室を知っている。あの監視室が見つかれば、間違いなく茜のストーカー犯として白田くんが捕まるかもと思ったんだけど、やっぱり白田くんはしぶといね。認めてもなお嬉しそうに笑うゆず。その余裕に背筋を冷たい刃で撫でられた気分だった。お前は。あの夜、殴ってごめんね。ゆず、こいつの正体こそ、襲撃犯。何が目的で襲った？復讐か？真珠か？金か？俺の質問には答えずに、ゆずはこう続けた。ねえ、白田くん。白田くんがカメラを設置してない場所ってどこ？風呂場とトイレの中。もう一箇所あるよね。は？私の目的はこれ。そう言ってゆずはノートパソコンを俺に差し出した。画面に広がる光景、いつも俺が見ている監視室がそこに映っていた。お前、俺を見てたのか。うん。監視カメラを時計に仕込んで、白田くんの部屋の時計とすり替えたの。後ろにある時計は白田くんが壊したんじゃなくて。それは俺の壊れた時計ってわけか。カメラじゃない。え、カメラを仕掛けた時に時計動き出したよね。はあ、なんとかごまかせたな。一息ついたところで、壊れていたはずの時計が時間を刻んでいることに気がつく。運が俺に傾き始めてるのかもしれないな。あの時にはもう監視されていたのか。そう、私の目的は白田くんを監視すること。なんで？全てのきっかけは、相川くんの殺意を知ってしまったあの時。もう本当お前最高だよ。褒めても何も出ねえって。それじゃ俺もう寝っから。おう、また明日な。いつものように笑い合う二人が別れた後、見てしまったの。てめえの明日はあと3回だ。一切の笑みを消して、冷たい声と視線で白田くんを見つめる相川くんを。その時私は、これは使える、そう確信した。私は相川くんを止めるでも、白田くんに知らせるでも、そのまま見過ごすでもなく、白田くんを襲撃することにしたの。警戒した白田くんが仲間内から犯人探しを始めると信じて、鍵を落としたのも仲間を疑わせるため。殺人鬼が家にいたら当然部屋から出たくない。その心理を利用して私はチラシを忍ばせておいた。白田くん、本当に監視カメラを設置したんだもん。運が私に傾き始めてるのかもしれないな。そう思った私は
部屋の時計をすり替えて白田くんの監視に踏み込んだの。そして見事、白田くんは相川くんの犯行計画を阻止するまでにたどり着いた。私が少しきっかけを与えただけで、人をコントロールできるこの感覚に心が打ち震えたの。白田くんはどこまで行けるのか。私の興味はもうそこにしかなかった。やばいやつじゃん。次にきっかけを与えたのは三葉。三葉は前から白田くんのこと好きだった。女子の間では有名なんだよ。ねえ三葉、あんまり口出すのって良くないと思ったんだけど、白田くんって茜に気があるように見えない？あ、人の気持ちはいつか変わるって言うけど、ううん、ごめん、気のせいだよね。変わる前に急がないと。何か三葉に協力できることがあったら何でも言ってね。白田くんに入浴時間を聞いたのは三葉の殺意を知ってのこと。三葉って本当に素直でいい子だよね。次は藤君。藤君がお金に困ってることは少し前から相談を受けてたよ。私も殺せるほど余裕があるわけじゃないから少しだけ協力してあげたの。パサ。あ、ごめん藤君、それ取ってくれる？これは医学書だよ。二酸化炭素中毒って家でも簡単に起こせるから注意しないと。それ貸してくれないか？後で返す。藤君が犯行を犯すのは賭けに近かったけど、藤君この中の誰よりも行動力はあるんだよ。次は私に見せかけた相川君の犯行。あれには私も関わってないの。だって私が私に疑いを向ける必要がないでしょ。目の前にいる女は柚子の皮をかぶった何かだ。ねえ白田くん、怒ってる？でもね、私が白田くんを襲撃していなかったら相川くんに殺されてたと思うよ。お前がみんなを仕向けたのは認めるけど、行動に移したのは彼らの意思でしょ。じゃあなんだ、自分が見て楽しむために傍観してたっていうのか。楽しむためじゃなくて楽しませるためかな。え？ユズの目は俺を透かして、もっとどこか高みを見つめているように見えた。それより私を警察に突き出すの？ユズは分かっていて聞いている。ユズを警察に突き出せば俺も潔白ではいられない。あの監視室は見つかれば犯罪なのだから。ああ決めたよ。思えばこの決断すらユズの手のひらの上だったのかもしれない。翌朝午前10時。なんだよ白田、朝っぱらから。あ、眠い。眠気覚ましに一曲どう？勘弁して。それでみんな呼び出してどうしたの？話があるんだ。リビングに全員を集め、俺は決断を口にした。ここでの生活を終わりにしたい。ああ、うんうん、終わりな、終わり。ああ、シロだ、お前何？
ちょっと、どういうこと？こいつは目が覚めた。理由があるんでしょ？理由なら、みんな自分の胸に手を当てて考えてみてほしい。本当にこのまま暮らせると思ってんのか？そう言うと、俺と視線の合った藤、三葉、相川がそれぞれに口をつぐんだ。私は賛成かしら。茜が監視室に気づく前にも、この生活を終わらせる。それが俺の出した答えだった。全員がこの家を旅立つ日、刺し違えてでも殺すんだったな。最後にかける言葉がそれかよ。最後だ。次に会った時がてめえの最後だ。最後違いですね。小物感たっぷりの捨て台詞を吐いたその日以降、相川の所在はつかめていない。家を追い出される形になった藤は、お笑い道は諦めるっつったけど、そういや予選に通ってんだよな俺。だからさ、一応最後までやってみようと思ってんのよ。あれ、確かコンビじゃないと参加できないんじゃなかったのか？それは問題ない的な。へへ、ミツバがさ、相方になってくれるってんだ。は？いや、ミツバはバンドがあるだろう。うちの特技も活かせる、リズムネタで挑むの。ああ、これちょっと聞きたかった。嬉しいな、ちょっと。どうもどうも、富士ちゃん&ミツバでーす。マジかよ。そういや今日はお前のダジャレ聞いてないな。ダジャレのオーダーがあれば、オーダースカーリーっつって。面白くないので、うちの演奏をどうぞ。で、おい、まっとうに生きてくれればもう何でもいいよ。あれから二人とは会っていないが、 YouTube で富士ちゃん&三葉の動画を見つけた。滑り芸人としてそこそこ名を広めつつあるらしい。よかったね。シェアハウスが取り壊されてから1年の月日が経った。あの夜から一週間で全てを失ったってわけか。やだ、何黄昏れてるのよ。どっちだろう、茜ちゃんだと信じたいな。いや、別に黄昏れてたわけじゃ、何よ、人の顔じっと見て。全部を失ったってわけでもなさそうだな。茜だけは俺の知る茜のまま、これが唯一の救いだった。茜はあれから見事オーディションに受かり、今日は茜の舞台を見に行く予定だ。頑張れよ犯人役。ええ、最高の殺人鬼を演じてみせるわ。よりによって殺人鬼なんだもんな。あ、シロだ、少し寄ってもいいかしら。どこに？そう言って茜はつかつかと一人書店へ入っていった。後を追うように店の中に踏み入れ、知ってる？これ今話題らしいのよ。どれどれ。これゆずちゃんの本でしょ、違うかな。俺は茜の横に立ち、店頭に積まれた本を手に取った。シェアハウス。眠れない夜がここから始まる。シトラス・コーノス。ん？うん。ゲームクリアおめでとう！やったー！もしあなたが誰かとルームシェアをしているなら、くれぐれも夜中のトイレにはお気をつけください。
バッドエンド回収率 32%! ゲームクリアおめでとう！あー、お疲れ！お疲れ私。これバッドエンド回収したいんだけどな。これ回収したら、エンディング変わったりするのかな？どうなんだろう。ちょっと調べてみますね。はい、調べてきました。この話はね、2週目以降のトゥルーエンドみたいな感じのはないみたいです。なので、これはね、皆さん、自分でやるときに楽しんでいただけたらなと思います。なので、これで、このシェアハウス、今日も僕は監視するの実況プレイは、以上にさせていただきたいと思います。あー、面白かった。誰かっていうか、大体の人がさ、まあ、あかねちゃんは変わらなかったけど、相川さんも、みつばちゃんも、富士さんも、ゆずちゃんも、それぞれ4人ともいろんな表現の仕方をしてくれたので、人間のね、この隠れた裏の部分みたいなのがぐるって見ることができてね、すごく楽しかったです。あー、どうしようかな、次回作。ちょっと脱出ゲームとかでもやってみようかしら。っていうことで、今回はじゃあ、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次のゲームでお会いしましょう。おつぴよです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。